長澤へのボールは、さあここも前を向いた小林誠吾います。春川と下田、春川まだボールをキープしている、その持ち込めるのか。大分と FC 東京の一戦、大分伊佐です。青木陽太打ちに行きましたが、ブロック春川、あとは土井を見てた、トラップで前、土井左足、土井仕掛けて宮代から柿田、さあ柿田の足元を触る、よく書き出しました。最後春川の守備、縦に入れてここに岸本、倒れた、さあどうだ、挟んで奪った、渡井のクロス、柿田なんとかしのいだ春川の守備です。